まあ、リアルアジャストということで6月つぼろくやって、次いつしましょうかと言うてる間に3月になってしまいました。で、今回は池原ダム、待望の池原ダムです。番組のロケで、まあ、年間2回3回くらいは来てるんですけど、で、まあ、来るたびに水位が違ってたり、この辺りこんな感じだったなみたいなところが水の上だったり、水深30メーター近くなってたりとか、なので何回来てもキャラは新鮮で、リアルアジャストでも今回挑戦することになりました。ただの番組のロケと違うのは、ある程度こうお題を決めさせられる、何でもいいし釣ってくださいって言うんじゃないんで、で、まあ、ちょっと今回僕がじゃあこんな展開でっていうふうに考えたのが、ギラギラ攻撃とかニューハイサイダーと、ちょっと今作っているのがこちらでございます。深いレンジやるならちょっとこれを試そうかな、全然調べないやんけっていうのも思われそうですけど、これテストフィッシングですという括りでやりたいと思います。減水が進んでるみたいな、うん、うん、まあ、今日のこの雨がね、夜多分まあ7時8時ぐらいまでは降るんじゃないかなというところですけど、風がどれぐらい吹くか、基本ね、あの無風状態っていうのであまり釣れないとか大きいの釣れないっていうのは、人間社会で例えたら図書館みたいなんですよ。咳払い一つしたらもうみんな振り向くみたいな。バスが例えばベイトを食おうとしても、ちょっとのモーションで朝になる魚がびっくりして逃げてしまうような状態なので、効率が悪い。だから風が吹いたり濁りが出たりとか、何かしらの変化を待ってだから、ベタナギの無風っていうのはちょっと難しいじゃないかなと思います。まあ、そんなこともちょっと頭の片隅に入れて、ベタナギ様の声かけてみようかなと思います。はい、天気予報になりました。軽く見たら、なんか敵の目でも立てるか。僕はなんかひっくり返してぐちゃぐちゃにしてんの、なんか2、3回なんとか触ったなと思って、いきなり揺れちゃいました。ここの部は可能性あると思っててんな。いただきます。はい、3月雨上がりということで、なんか人のテンションがだいぶ高まってるようで、いろんな人が来てる模様です。前期筋とか白川筋がやっぱり人気みたいなんですけど、まずはビンゴから、それから考えます。まあでもよう水が減ってるわ。ああいうのがバスっていうパターンが
あんま言いたないんだけど。思いつきで、ほんまの思いつきでやっていくかなって感じだけど、まあ、ちょっとハイサイダーでクランキングしながらこの辺の様子を伺ってる感じです。飛ぶでしょうか。あ、飛ばんな。形状はちょっと変わってるけど、リブを浅くしてボディを太くしてみたいんだけど、やっぱキャストの時にボディが伸びるからフリーリグとか余計飛ばんよな。フリーのテキサスでも厳しいよ。ペグ止めしてなあかん。エラストマーは浮くのが魅力やから、塩入れたら台無しやんっていう。上半分入れるとかやったらできる。絶対誰か中ひっくり返してぐちゃぐちゃにしてんの。絶対誰かまた引き返しに挑戦してんの。あ、すごいな。止まへん。やっぱり止まへん。キャッツラスマイクとか。リアフックにめっちゃ当たるようになってね。たまに動くすんな。2、3回何かが触ったなぁと思って。
よいしょひょっとしてひょっとして行っちゃいました。いきなり釣れちゃいました。ね、魚プロとのルアーでめっちゃハーモニカ食いやね。まともに食ったって感じ。やっぱこのルアー可能性あると思っててんな。また痛いですけど。お、どこ行ってるやん。なんと、これで6秒ちょうど。これとも1匹目が丸。よろしい。170ぐらい。60。よいしょ。こういうロケで、60にやばないですか。ゼルイですね。で、ここでだいたいボートポジションが5メーターぐらい。で、まあ、下流に向かって徐々に深くなっていってる7メーターぐらい。こういうところに、カウントダウンで沈めて20秒ぐらいかな。で、まあボトムスレスレとかから、まあ、中層ぐらいちょっと浮いたぐらいのレンジをスローに引く。シンキングなん でトリプルフック動き出しなんで、本来はねあんまりそういう際どいところを通せないんやけど、ワイヤーガードついてるんである程度かわしてくれる。マジでこの意外にも これだけですごいこう乗り越えてくれるんで、枝とかウグイとかニゴイって多分なんかもうどこでも起こる感じがしてて、本来ビッグベイトでびっちり攻略できなかったレンジやと思うね。で、まああの流儀のディープトレーサーとか出て深いレンジも狙えるようになったけども、デッドスローで推定移動みたいな、まあ、ペラの波動と音はちょっとまたビッグベイトとは違う何かがあるのかなっていう。もしかペラは偉大です。重心移動にしなくてもいいかもね。あとこれちょっとコーリングハスラーと使い勝手違うね。コーリングハスラー浮き上がらないんで、沈み切らしてから巻いてたらデッドスローで引くとボトムスってしまう。今ちょっと2種類あるけど、そのいい塩梅がまだ分かってなくて腹減りましたね。モゴモゴタイム、ピートンを跳ね上げて正解。素晴らしい。これでも結局またやっぱり持ってるねの一言で片付けられんやろな。俺なりに考えて釣ってみるよ。持ってますね、とかね。ロケのたんびにさ、爆風とか大雪とか土砂降りとか、嵐とか台風とか、僕は持ってんねん。持ってへんでしょ。今日はやばいけど。本当はね、こういう、上流に向かって上がっていった8メーターから、
5、6メーターまでのこう、まあ、なだらかなブレイクみたいなところでもっとドサッと溜まってるかなと思ったけど、ただこの後やっぱ水温上昇していくと思うんで、もうちょいミドルレンジに魚動いて刺してくるのか、もしくは水温上昇とともにこういう場所に魚が増えてくるのか、風吹き出したらちょっとミドルやった方がいいかもしれない。やっぱさっきの魚水中タチキンついてたな。タチキン抜けてから食っとるな。だそんな深くないな、だから。ハイサイダーのロングリップを試します。ちょっと角度変えて、これで一段下を引けるようになった。今フローティング、スローフローティング、いろいろちょっとウェイト違いがあるんやけど、スローフローティングだったら 2.5 いかへんかな。これで3ぐらいかな。このロングリップも2つ作ってんけどね、幅広の短めと幅細めの長めと作ってんけど、細くて長いやつはダメでした。こっちまでは刺してきてないか。くるくる攻撃にしとこうか。あんまり言うとな、ほんまにそれにいいんだけど。お願いします。お、ボスボス。あっさせとこに乗る。
逃げたかな。50ぐらいあるんじゃん。まだおる。マジでこいつ何してんの。あ、逃げていった。でかいやろ。でもこの距離まで来ても気づかんとボケ取ったぐらいから、そのハイサイダー引いても寝とるわ多分。ガチで寝とったと思う。襲ってきてた。新月やし、夜更かししようか。起きないけど。だいぶ減ったな。うわ、ビートルどっさ俺。とりあえず久々に白川来てみました。屋敷跡ちょっとベイトがどさっと映ってましたね。深いところでベイトはいるんやけど、バスはおらん。ちょっと食わせどころがないねんな。やってみましょう。まあ、ここはまあ、屋敷屋とこことあそこっていうのは、割と冬の実績場みたいな場所で、まあちょっとここはまとまったベイトがいたんで、一応雰囲気だけ見とこうかなと。まあ、雨バスでもおんのか。魚のみか。ビートのみか。
怖かった。食うたらうまいんやろなこれ。俺は食われへんけど。全く見えへん。ここで60釣ったなぁ、お前。タイプ D で。スラス175で、まあ、70は確実にある魚をかけた。かけたとか食わした。すっぽ抜けた。釣りビジョンロケで、木金ってやって、でまあ白川に一箇所でかいのがもうワンサがいるところがあって、スラスイとか投げたらチェイスしてくんだけど、ブワーってチェイスしてきて、そのまま船の下通り越してどっか行くよね。食いそうで食わへん。でもうどうしようもなくて、で金曜日終わって帰ってすぐにうちのスタッフをも乗せて、日曜日が会員のイベントやったから、で朝にその大会のスタート前に白川の上流のどこどこに60めちゃくちゃおるよ言って、気になる人は行ってみたらみたいな感じで、みんなが出船して見送ってから出て行って、まあいろいろ点々としててんけど、60いる場所あるよって言ったから、人いるやろなと思ったけど誰もいなくて、やっててんけど、まだ魚はいて、出てくるけど食わないっていう。12時ぐらいに、そろそろもう、早めに戻っとこうか、つって、回収で、早く巻いたから、いきなりバス、ブワーって全力で追いかけてきて、一番後ろにいた、木曜日も金曜日も見てた、クソでかい70は絶対超えてるやろってやつが、群れの一番後ろから全員を追い抜いてバーグーグーやって、ふくったズボー抜けて、口でかすぎてどこにも針がかからずに抜けた。歯型だけギャー残って、そんなことがありましたね。天気行こうか。どうなんですか。どうなん今日。見えんの。目で見える。確かにでも寝てるバスいたわ。2匹ぐらい寝とった。うん。
マジで、真ん前まで行っても逃げらへんねん。ああ、ほんまに。さあ、3時。今日は飯食った後、あれやな。あのプロトの名前を考えな。お、ボス。なんちゅうとこにおんの。あれは厳しい。ミスキャストしたら終わりやろ。あ、逃げていった。どこで寝とんの。まあ、普段水ある時からここ入ってんやろな。絶対今日の魚寝てるよな。新月は寝るんやな。朝とそんな変わってないですね。一匹だけやけど。リザーバーの流れ込んでる川の水が冷たいんやけど、春になると逆転して本湖よりも川の流れの方が暖かくなる。まあ浅い分太陽光で温まりやすいんで、けどまた寒波来たりしたら上流冷たくなったりするんだけど、行ったり来たり繰り返す中で、上流が温まり出すと小魚が上流に向かってくる。でそれにつられてバスも入ってくる。でフィーリングして、でまあ浅いところ深いところを、まあ、行ったり来たりすると思うんだけど、今の季節感だと、まあ、この6メーターとかぐらいが行き止まりか、もうちょっと下流でとどまる。でそういうところのくぼみとか張り出しとか、ちょっとしたブレイクとか、そんなところが狙い目かな。これがまあ季節進むとそういうところにどさっとなかなか固まったりするんで、ただまだ単発少数派がちょっとこの辺をうろついてる、そんな感じかなというのが今日まあ朝から夕方までやってみた、まあ、結果から分析するとそんな感じかな。寝てるバスおったけど、シャローに日向ぼっこっていうか、まあ、体温温めに来てるようなやつもいるかな。ただそいつらはうまく浮きない魚なのかもしれない。そんな感じですね。それでもどうや、雪やも、まあちょっと手は加えたとは言うてはあったけど、うんうん、実際使用感的にどんな感じですか、イメージ通りの、まあ、重い方を今日はずっと使ってて、うん、8m で、うん、20秒間と、まあ、ちょっとまだ、ね、使うシチュエーション割と広めに想定してたから、深いとこ吹くときは、あまり張ればいいや、みたいな。うんうん。プロトタイプだし。うん。あんまり気ない。あ、しよう。してはったことないんですよ。うん。なんかちょっと強いな、雰囲気。はい。とりあえず、くるくるって言って。でも、くるくるってルアーあったよ。ルアーですね、シーバーするの。じゃあ、使用感とかあるじゃないですか。使ってて実際。こんな感じやろ。ないよ。ない感じ。ないですか。でしょ。あ、商品の名前どうするなんて、マジでもらえるとなんて、まあないことなんで、うち見てる人も参加してる気分になってもらって、いろいろ妄想してもらってもええんちゃうかなっていう気はあるんですけど、うわぁ、すぐに
スローロールもっとデッドスローロールみたいな感じですね。うん、テリトリーに忍び込んでいくみたいな、うん、使い方とか、うん、要はペラーのグループみたいなですね、単純にペラーのグループ。明日ですね、一番せないリングに行くとこうでもテリトリーとか、まあ、バンクが横細かくって別にしてん、うん、真ん中ついたりするとか、うん、今真ん中なんてやらへんってみんな取っていたりするんですよ、うん、まあ、今のカップがやるんやと思ったらいいし釣り方的には結構二極化やったじゃないですか、スピード系かデッドスローか、うん、まあ要所でワームはね投入しました。今回テストオフィシング。そうですね。あ、なるほど。明日の展開で頑張りましょう。そうですね。確かに。名前だけ決めます。いや、決まらないです。昨日はちょっと午前中、かなりビンゴ筋に時間費やしたんで、ただまあ釣れたのもビンゴ筋やったんやけども、魚の反応はなかったけど、まあ、ベイトもいたんし生命感あったんで、まあ、ちょっと白川やってから行きます。クソほどラブイト。この周りめっちゃブイトおんねん。今朝しかおらんな。かけてるけど食わへんのは言ってたね。うん、やっぱり6、7メーターぐらいになるし、1回だけ反応はありました。素晴らしいもん、こいつ根がかり返し思うメタルジグの回収用に大体何でも走る粉っぽいな。めっちゃ流れ止まってる感じやな。
オルバス持ってきてた。これやで。一応敵取ってんけど水中タッチ機で、うん、9時なぜか誰もいない。なぜなんでしょうなんで誰もおらへんの。船がボトムにいっぱいいますわ。一日ここに張り付いててもええぐらいやで、ほんま。こんな水いい感じで日当たりもよくって絶対刺してくるで、ここ。ド単発やったってこと、昨日の。バスか。ノーマルでしょ。
これはシングル仕様。これをどでかくしたのがあれ。やっぱコーリングハスラーはコーリングハスラーでいいね。すごい光線や。いいインサートが撮れましたね。なんかあれやな、言ってた通りになりそうやな。まあ、朝気温下がってて、お風も冷たいなっていうぐらいで、まあ、それが直接影響はしてないと思うんで、そんなに。なので昨日よりも魚がなんか動いたとか刺してきたとか、また戻ったとか、そういうのないんじゃん。またどのタイミングでどこで何するかだけ。まさか夕方の白川筋かなって昨日の時点で思ったけど、今日朝行ってみてそれも情けかも。まあでもこの時期魚急に動いたりするからね。2時とか3時に急にガッて動き出したりとか、ロケ的には一箇所にとどまると絵面が変わらへんって言われるから、どっか行きませんとか言って、特に何なんすかね。本校やるには風がないよな。あの部屋でも言うたけど、やっぱ無風は図書館です。静かすぎる。フィッシュイーターとしてはある程度ざわついてないと獲物が効率よく捕食できない。
波とかそんな関係あるんって思ってた頃もあったけど、まあ、風ある方が食いやすい。もう GP とか敵面やからね。もう凪の日は、わあもう今日は凪だ俺って言って、凪のせいで食わないっていう。それでもみんな頑張ってなけど、マジでそれ。そうな感じもするけどな、このタイミングやし。さあ水中探知機、来るやろう。まあ、もう風が吹いて濁りが入って図書館から繁華街に変わりました。そうなるとどさくさに紛れて悪いことするやつが、さあラスト1時間ちょいぐらい、まあ、やってることがやってることやし、まあ、2人1本取れるかどうかぐらいの釣りではあるんやけど、まあ狙いはモンスターバスというか、スルスルスルって沈んでいくイメージやってんけど、水澄んできとるわ。何もおれへんな。生命感ないわ。全然刺してきてない。
そう、なんか来た、なんか来た、なんか来た。おお、バスや。ライブスコープに映ってて、目視でも見えた。6時ぐらい。立ち木や。ダメっすね。はい、ぐらいでした。やりきれました。まあやりきりました、いつも通り。うん、もうちょっと春めいた感じになるかなと思ったけど、まだでしたね。うん、冬を覚悟して来てたんで今回は。うん、でまあ数少ないミドルレンジにフィーディングに来てるような魚とビッグベッド展開で出会えたらなと思ってたんですけど、今回は出会えず、再現性があるとか確率が高いとか、うん、ずっとこう追いかけられるとかいうものではないんですけど、どっちかというと進出鬼没なやつを当てていくっていうような、ただビッグベイトゲームらしい魚が釣れる、まあ、そこに魅力を感じてもらえたらいいかなと思います。まあ、今回釣れたのはプロトのシンキングスペシャルでしたけど、そういうのがあったらなってもう常々思ってた部分もあって今回持ってきたんですけど、まあ、テスト結果としてはそこそこ上々、そこそこ疑わんな、まるで取るし、うん、まあいいかなと思います。まあなんかがっかりした感じになってるけど、60釣れてますからってなことで帰りましょうか。なんかあかんかった、今回のロケあかんかったみたいな感じになってるけど、いや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 、うん、そんなことしてもらいました。はい、はい、で金貨食いますか。そうですね